ででででででーマレーシアの鐘ー <laughs> どうも、まいさかです。今日はですね、あのー、別の YouTuber の方を無許可で紹介したいと思います。えっ、ー、と、ロゴラサンチっていう、まあ、新潟で活動してグループ系の YouTuber なんですけども、な、ま、ん、あ、で紹介しようかなと思ったのかに関しては、まあ、深い意味はないです。 もともとよくさせてもらっているっていうのとあと動画の概要欄でもね毎回僕のチャンネルを宣伝してもらってるっていうのもまあまあもちろんあるんですけども、まあ、やっぱり面白いものは単純に評価正しく評価されるべきだなと思うのでその面白さ分だけねああ普通に動画も面白いしあと編集もちゃんとやってるし手もかかってるしでもっといろいろ知れ渡ってほしい、まあ、人たちだなと思ってるので。 まあ今回紹介ししようと思いいいました、まあ、特に深い意味はないですよね今ここでなんかミニータつけてるのぐらい意味はないです別にでまあちょっと紹介していきたいと思うんですけども彼らの魅力をねちょっと僕が自分なりまとめてみました、まあ、この3つになりましたね、えー、挨拶企画力あと関係性ですねこの3つ、まあ、挨拶ね挨拶やっぱグループ系なんでちょっと最初登場した時それぞれ挨拶するじゃないですかでもなんかちょっとうろ覚え うーん、ですけけど確かななんんだっ若いタムチ白金みたいな、なんかわかんないですけどね。わかんないですけど、ちょっと覚えてないですけど、なんかこういう感じの挨拶なんですけど、まあ、これはあの実際に動画見て、ちょっと確認してもらえればなと思いますね。はい。えーと、あとは次は企画力ですね。企画力、企画ですよね、やっぱり。なんか彼らの動画でやっぱ印象的な動画やっぱ体を、 ね、るリーダーのタムチンっていう人がいるんですけども、まあ、彼を中心に体を張った動画はやっぱ印象的なんですけどそのただ体を張る中にもなんかただ体を張って痛い思いをするんじゃなくてなんか一応ちょっと検証としてこの、ね、やってみましょうみたいな感じにしたりとかしてそれはちょっと、ね、面白い感じの。 まあ、言い方は大義名分じゃないですけどもの、体を張る理由付けみたいのがちゃんとできてて、なんか、ね、見やすいなっていう、ただただね、体を張るだけじゃなくて、そういう、なんか、文武両道じゃないですけど、なんかその、頭脳も感じる、知性も感じながらも体を張ってるみたいな。なこういう企画がやっぱすごいなと思うのが、まあ、二つ目。で、で3まあ、三つ目は関係性っていうところなんですけども、なんか、それぞれのメンバー、 まあやっぱ個性的でそれぞれ面白いんですけども,でもそのみんながそのタムチンってリーダーが面白く見えるためのこうタムチンってフォワードにこうみんながこう絶好のパスをこう出そうとする感じのその構図かそれがちょっと見ててなんかいいなっていうまあ感じですねまあそんな感じで、まあ、僕のね、まあ、ロゴアーサンチお気に入りの動画もいくつか。 じゃあ概要欄の方に載せておこうと思うので、ちょっとぜひ見て、チャンネル登録なりして宣伝、まあするようにしていただければなと思います。はい。それでは以上です。ありがとうございました。